こんばんは、速稼塾の久保です。今日はですね、ファイナンシャルプランナーの加藤祐介さんをお招きしてズーム対談を、まあ、間もなくね始めさせていただこうかと思います。まあ、何かとねお金の問題に尽きないわけですけども、まあ、私の速稼塾の YouTube チャンネル、隠居 TV もですね、まあ、日々お金の問題解決をテーマに、そしてヒントに いろんなテーマでねお送りしているわけなんですけども、まあ、一つはですね、お金がない状態をどうすればいいんだっていうこともあります。お金がまあゼロのパターンですよね。それから大きな借金を作ってしまった、この借金をどう返すかなっていうふうなね、こんな悩みもあると思います。あとは羨ましいことにお金結構あるんだと、これをなんとか守って増やしていきたい、もしくは自分の子供たちに相続させたい、どうすればいいんだ、税金のこと教えてくれ、こんなね3パターンぐらいいろいろあると思うんですよね。今日はお金の専門家として、国家資格を持たれているファイナンシャルプランナーの加藤祐介さんでね、まあ、私みたいなね、なんかこう曖昧もこうとした隠居老法ではなくて、ピシッとしたね、お金の問題解決、いろんなヒントが聞けると思います。皆さんよろしくお願いします。それでは加藤さんをちょっと早いですけどね、お呼びして始めさせていただきます。加藤さん、準備よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、それではね、2、3分ほど早いんですけども、もうお越しくださってる方もいらっしゃいますんで、始めさせていただきます。それでは加藤さん、まずね、自己紹介の方から始めていただきたいんですけども、お名前から、はい、それから、差し支えなかったらご出身とかね、それから年代の方、その他一言ありましたらよろしくお願いします。はい、皆さん、はじめまして、加藤祐介と申します。よろしくお願いします。現在45歳で、出身は愛知県で、今現在は三重県に住んでます。おー、なるほど。はい。はい、家族はですね、うん、今妻と、小学生の娘が2人と、はい、一番下が保育園の長男がおりまして、まあ、3人の子供と妻と暮らしてます。で、仕事の方は、金融機関に属さない形の、僕らの業界では独立系ファイナンシャルプランナーというんですが、個人事業でファイナンシャルプランナーをしてます。で、まあ、仕事の理念はですね、はい、今を変えれば未来が変わる、お、まあ、豊かで安心な人生を手に入れようっていうキーワードで、お客様のそういうお金の悩みに日々応じてるっていうところです。はい、はい、ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。いきなりなんかすごいインパクトできましたけども、お子さん3人いらっしゃると結構だいぶ賑やかですかね。いや、もう今特に賑やかな世代なので。みんなして。はい。すみません。それが原因で、いつも9時からのものを10時にずらしていただきまして、ありがとうございました。はい。そうなんですよ、皆さん。いつもね、21時からズームライブやらせていただいてるんですけども、いや、実はなんで9時かっていうと、加藤さんと同じでね、私も、ヤマト君がね、8時ぐらいまで起きてる可能性があるんで9時にさせてもらったんですけど、さらに今日は22時ということでお付き合いいただきまして、皆さんありがとうございます。はい、それでね、加藤さん、今自己紹介いただいたんですけども、なんか好きなスポーツとか文化活動とかっていうのは何かあります？はい、運動部とか入られてました？あ、そうですね、学生時代は大学卒業までずっと野球一筋で、お、体育会で、はい、勉強せずにですね、野球だけをやってたという感じです。はい。まあでも、加藤さんと私はもう同じ世代ですけども、気がついたら野球が身近にあって、野球やるのが当たり前みたいな流れだったんじゃないですか。そうですね。あんまり選択肢はなかったですね。はい。まあ、やっとね、サッカーがね、キャプテン翼って漫画の影響で目立ってきたかなぐらいのものだったですね。懐かしいですね。漫画をね、一生懸命読んで、ドライブシュートをなんか寝転がってやってましたよ。なんか、はい、ホームベースに寝転がって。はい。あ、でも大学まで野球をされてたってことは、かなり体が動く方なんじゃないですか？そうですね。その当時は動いたんですが、そこから本当に、不摂生がずっともう20年続いてまして。確かにね、大学の頃っていうのは、つい最近みたいな気がしますけど、20年過ぎてますからね。そうです。もう20年以上過ぎましたね。ねえ、もう懐かしいもんで、同窓会にもだんだん呼ばれなくなってくる時期だと思うんですけども。はい、ありがとうございます。そんな加藤さんなんですけども、速稼塾との出会いっていうのはどのぐらいの時期で、きっかけはどんなことがあったのか覚えてらっしゃいます？
そうですね、久保さんの YouTube を見たのがちょうど去年の夏ですね。はい。6月か7月頃に久保さんの YouTube を、まあ、ずっと FX を勉強したいと思って、はいはい。いろいろ動画を見てた時に久保さんの動画に出会いまして、はい。あ、すごいなっていうふうに感じて、まあ、久保さんの動画をいろいろ見出したのがきっかけで。ああ、なるほどね。で、その中で、まあ、FX に関わらず、やっぱりネットのビジネスだったりだとか、いろんな暗号通貨、副業、はい、まあ、やっぱりお金っていうキーワードですごく、ためになる情報発信してくださったので、おう。で、7月に、速稼塾に入門させていただいて、はい、まあ、10月からは FX の講座の方も受けさせていただいているという状況です。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、やっぱりこう、FX をきっかけに、まあ、速稼塾って形だったと思いますけども、はい。いや、今みたいにね、この、ファイナンシャルプランナーさんになんかこう気になって見てもらえると、ちょっとね、身が引き締まる思いにするのと、なんかためになったってことを言われるとね、もう照れくさいものがありますね。これからもね、いろいろと、私の気づく限り、そしてこれからね、加藤さんと一緒に学び合いながら、発信に磨きをかけたいと思いますんで、加藤さんも YouTube 発信されてますもんね。始めました。はい。きっと綺麗なサムネイル作ってらっしゃるんで、やっぱさすがだなと思いますけども、YouTube の動画作成を始めたきっかけっていうのは、どんな感じのことだったんです？そうですね。まあ、YouTube、まあ、FX きっかけでスタートした速稼塾だったんですけども、はい、まあ、久保さんがもうこれからインターネットでもし何か稼ぎたいと思うんだったら、やっぱり YouTube は必須だよっていうことを、まあ、常々おっしゃってますので、はい、で、ずっとは当然職業柄気になってはいたんですが、はい、まあ、自分自身でやるっていうのがなかなかイメージがつかなかったんですけれども、まあ、そんな中で多分もう今日来てくださってる皆さん、YouTube 発信してらっしゃる速稼塾の先輩方の姿を見てて、はい。まあ、まずやっぱり始めないとことが進まないなということで、はい。YouTube をもうスタートしたっていう感じです。なるほど。はい。YouTube を、まあ私もね、おすすめする動機、理由っていうのはいくつかあるんですけども、その中でね、私が今ね、すごくこれだなと思ってるのは、実はね、YouTube って自分の人生記録が残っていくんで、うん、お子さんがいらっしゃる方とか特に向いてると思うんですよ。まあちょっとまだ考えにくいことですけども、まあもし万が一ね、私たちが思うように体が動かなくなっちゃったりとか、もしくはこの世から去っていった時に、うん、あ、お父さんってどんな人だったのかなーっていう時に、検索したら出てくるって結構素敵じゃないかな。そうですね、すごいですよね。まあ、子供を持つとね、なんかそんな気もちょっとしてくるのと、まあ、あとは、やっぱり単純に広告収入を得たいなっていうのと、動画で、まあ、こう、発信することによる影響力ですよね。うん。うん、だからこう、どうせ生きてるんだったら、こんなタダでやらせてもらえるんだから、やらないと損かなってところがある。そうですね。加藤さんも似たような感じですか？そうですね。なので、まあ、そういう先輩方の姿見て始めたというのと、まあ、やっぱり自分自身で、まあ学んできたことだとかをこう発信したときに、それを、まあ受け手は好きな時間にそれを見ることができて、はい。何か少しでもね、役に立つってなれば、はい。お子さんからおっしゃっていただいて、やっぱり悩んでることだとか困ってることが、たったそれだけで少し解決できたり、まあ解決できないにしても気持ちが楽になったりだとか、うん。なんかまた明日頑張ろうっていう気持ちになれる、なんかきっかけがもしかしたらね、自分自身でも持てるんじゃないかなっていうことで。うん。はい、大いにあると思います。はい。特にお金の専門家としてね、ファイナンシャルの専門家として加藤さん活動してらっしゃって、もう20年ぐらいなんですかね、キャリア。まあ、ちょうど14年経ちました。おぉ。じゃあ14年分の、はい、まあ、経験とかね、知識とか、問題解決をしてきたっていう実績が、きっと、加藤さんの YouTube からいろんなヒントとなってね、たくさんの人を助けていくと思うんですよ。まあですんで、なんですかね、人を助ける力があるんだったら、やっぱ情報発信していって、少しでもね、そのヒント手がかりになっていけば、あれもしかしたら加藤さんに話してみたら、なんとかなるかもしれないっていう希望を持ってくれるかもしれないですよね。そうですね。うん。それはね、今ね、参加いただいてる速稼塾の塾生さんで、YouTube の発信してらっしゃる方にはみんな同じことを言えるんですよ。チャンネル登録するってことは、
この人の次の動画も見たいとかね、この人の考え方をもっと知りたいっていうのは、期待が込められてるんですよね。ですからチャンネル登録が、それがたとえ一人であっても、すごいことだと思います、私は。うん、そして YouTube を通じて、いろんな出会いがあるんですよね。きっと前回の Zoom ライブとかも、加藤さんいらっしゃってね、おとといでしたかね、最近はね、明石田ゆうきさんという方が、まあ、いらっしゃるんですけども、もう早速、こう、身近なご縁になって、ちなみに、明石田さんですけど、出版がちょっと伸びてですね、7日から15日になったっていう話があったので、また改めて放送させてもらいます。はい。なんか、プロモーションが間に合いそうないんで、とか、なんか言ってました。詳しくはわかんないんですけどね。なんか、もうちょっと伸びそうなんでって言われてました。まあ、ああいうご縁もちょっとこうね、意識していただいて、もう YouTube つながりでね、一つの世界を作っていっていただきたいかと思いますけども、意識してる YouTuber さんっていうのは、じゃあ、どんな方がいらっしゃいます？そうですね。やっぱり、この YouTube を始めたきっかけっていうのはもう、速稼塾の久保さんはじめ先輩方なんですよね。はい。で、特に、ミスター M さんとか、そう、YouTuber J さんとか、西田浩二さん、はい、あと、松潤さんとかですかね。松潤ね。はい。あと、だいぶ先輩なんですか、C の木さんの、すぐ稼ぐっていうのあったりとか、はい。あやさちゃん、とかですね、ああ、いいですね。はい。はい、うん。本当にすごく身近に感じるというか、本当に頑張ってされてる動画も本当にすごい本数上げてらっしゃいますので、皆さん。すごいですね。やっぱりね、はい、たくさん動画を皆さん上げてくださってるんですけども、私たまにね、自分の、動画のアップロードに対する、まあ、なんていうんですかね、大まかなね、売り上げを話すことがあるんですけども、だいたい1万本超えた時に1億円ができてたんですよ。まあもちろん広告収入だけじゃなくて、その YouTube を通じての商品販売とかもありますし、YouTube を通じての、まあイベントでの売り上げとか、まあ物販もしたことがあったりね、なんか速稼塾の T シャツとか作って、ギャグで売ってみたら売れたみたいなことがあったり。まあだからね、まあ動画も1万本あると数々のテーマになってるんですよ。もちろん、健康系のお話もすることがあったりとか、FX もあればね、暗号通貨もやってたりとか、まあ、金みたいなこともやってるんですけども、まあ、恋愛をやってみたりとか、特に私、40代の男性の恋愛とかをたまにやったりするんですよ。あとは、生活保護系とか、最近はね、この半年ぐらいはね、安倍政権、菅政権にかなりね、食い込んでいくやつの、あれがなんか割と、私も面白いしね、うん、で、あと、やっぱりこう、今、すごく生きにくいって感じてらっしゃることがすごく多いんだなっていうところに、そうですね。私がこの半年に気づいたのは、私がその放送することによってね、私がなんかこう、感情をあらわにすることによって、なんか、スッとしましたとか、なんか気が休まりましたとか、もう本当に絶望しかしなかったんだけど、たまたま見たんで、なんか次の動画も見てみたくなったんで、ちょっと元気出ましたとか、本当なんかこう、生きるか死ぬかみたいな人ね、冗談かもしれませんけども、本気かもしれない。そういう方が、なんか動画によって、なんか、あ、面白いもの見たから、もうちょっと人生楽しいかもしれないみたいな。私生活は苦しいけど、お金はちょっとやばいけど、でもこの動画見たいから生きていようかなみたいなね。そういうふうなメッセージやコメントいただくと、なんか、こういう役の立ち方もあるんだなと思ってね。うん。うん。だからそういうので、まあ、一方的に私、人を一応叩くのはあんまり、好きじゃないし、進めてないんで、権力を叩くって言い方してるんですよ。ちょっとその辺でちょっと言い訳させてもらいながらね。麻生さんは財務大臣だからダメだけど、麻生太郎って個人になったらいい人なんじゃないのみたいなことね、ちょっとフォロー入れたりするんですけどね。まあそういう意味で言うとね、私もちょっとまだ駆け出しと言いますか、まだまだ修行しないといけない YouTuber なんですけども、まあとにかくね、速稼塾では YouTube の動画のアップロード本数がもう多いというのがね、特徴だと思います。やっぱりこう、一つの動画で100万再生とかなかなか取れないんで、じゃあ、数十回とかね、数百回の動画を1万個作ったら100万再生じゃないかみたいな発想なんですよね。まあでも本当たくさん上げるっていうのは一つの信用になるんですよ。ものすごく YouTube を楽しんでるなとかね、YouTube の更新をこの人はやめないだろうってことで、次の期待をしてるんですよね。なので、YouTube で難しいのは、楽しみながら継続することなんで、はい。やっぱり、こう、疲れたなと思ったら、無理してやるんじゃなくて、
短いやつとかね、疲れたっていうことをやるとかね。そうですね。それなりに工夫してやるといいなっていう時に、その速稼塾の実用さんが様々な角度でやってたら、あ、こういうのやってもいいんだっていうふうな、まあ一種ね、安心になるかなと思うんですよ。加藤さんも伸び伸びとやっていただければいいと思います。たまにはね、家族の話題とかでも全然いいですし。まあそうしてるうちに、多分視聴者さんがやってほしいことを決めてくれると思うんですよ。再生数とか、チャンネル登録者数の伸びとかで。で、徐々にアナリティクスを見ながら、そっちの方向で期待されている動画をちょっと考えていくみたいな感じなんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか。意識してる YouTuber さんに、あやさちゃんが出たっていうのもなかなかいいですね。あ、そうですか。はい、見てます。ね、結構付き合い長いんですよ、あやさちゃん。うん。で、ご出身が愛知。はい。愛知といえば、浩二さんがいらっしゃるとこじゃないですかね、これは。今なんかちょっとサングラスかかってますけど。浩二さん。はい。まあ、こういうところでね、私自己紹介に、出身地とか、それからまあ、今住んでらっしゃるところとかっていうのを必ず入れてもらうようにするんですけども、土地にゆかりがあるだけで、急にね、親近感出たりとかして、もっともっと仲良くなっていただけると思いますんで、これからね、まだまだこのライブ放送の中で、加藤さんのことをどんどん引き出していこうかと思いますんで、まあ、引き続きよろしくお願いします。で、次なんですけども、YouTube をやってらっしゃって、私動画何本か見させてもらったんですけども、加藤さんの YouTube のテーマっていうのは、今日来てらっしゃる方にお話しするとしたら、自分はこんなテーマでやっていきたいんですってことをね、はい、まだやってない動画でもいいですよ。これからやりたいと思ってるのでもいいんで、ちょっとお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。一応まあ、キーワードとしては投資、あと節約、うん、副業。これ一応3つのキーワードでやってみようって始めてるんですけども、うん、まあ今、まあ特に方向性がですね、見えなくてですね、とりあえず、はい、いろんなテーマでやってるっていうことで、はい、で、まあ結構著名人の方でああいう、オリエンタルラジオの中田さんだったりだとか、ああ、そうですね。はい、最近本出されたああいう、両学長さんっていうリベラルアーツ大学っていう、ライオンさんのマーク使ってお金の、はい。有名ですよね。はい。まあ、ああいう方の方が、まあ僕らファイナンシャルプランナーよりよっぽど、きちっと、こう、テーマが上手にやってらっしゃるので、はい、まあ、そこを見ちゃうとちょっとね、いろいろ気負いするところがあるんですけど。まあでも自分らしくというか、もっと身近な、うん、もう皆さんの隣にいるような、はい、遠いところじゃなくて、うん、そういった立場で、まあ、本音のトークみたいなものができて、はい、得たらいいなというのは今テーマとしては思ってます。うん、あ、なるほどね。はい、やっぱり、この人気の YouTuber さんがすでに何人もいらっしゃるんで、同じようなテーマをなぞっても大丈夫かなと思っちゃうところは確かにね、あるんですよ。はいはい、これはね、10年ぐらい前から、10年、また私がこの、情報業界入ったのは8年ぐらい前なんですけど、2013年なんですけど、うん、同じ疑問その時も持ってたんですよ。ああ、はい。で、当時は、そのヒルズ族、ネオヒルズっていう人がね、こういて、はい、怪しい情報商材売ってたんで、私は買ってみて、それで当たったんですけども、はい。うん、やってることはすごく真っ当だったんで、私ね、すぐに、その、講師の方のね、自宅に行って、こう聞いてみたんですよ。今からお金のこととか、情報のこととか私がやってもね、もっと有名な人、なんならあなたがいるのに、ネオヒルズがいるのに、なんか意味あるんですかっていきなり聞いたんですよ。あ、まさしくそうですね。はい。そしたらね、まあその悩みっていうのは今でも続いてるわけじゃないですか、多くの方。でもね、単純明快な答えがあったのは、じゃあ仮に100万人のチャンネル登録がいる、両学長がいるじゃないですか。はい。両学長にメッセージ送りました。返事来ますみたいな。うん、でも、ファンが100人の久保さんだったら、返事できるでしょ？はい。どっちがユーザーさんは助かると思います？って言ったら、あ、確かにね、と。うん。そう考えてみたら、当時は両学長いなかったんですけど、今の例えで言うと、両学長は、インプットするのにはいいんですけども、こちらから呼びかけても何も返ってこないっていう、一方通行なんですよね。はい。せっかくインターネットなのに、インタラクティブじゃないんですよ。うん、そう考えてると、ラジオを聞いてるみたいな感じで、学べるんだけども、問いかけができない。っていうところがデメリットである。それファンが増えたらそうなっちゃうんですよね。うん、だからファンが少ない人は、一人一人に細かくできるんで、まさに、隣にいるような、
はい。お金の問題解決のパートナーとして、加藤さんのチームをちゃんと守られているっていうふうにね。はい。これ当時私が聞いたことをそのままそっくりさんは今お話したんで。ですから全然大丈夫。そうですね。はい。もうね、こう、小回りが効く。なんだったら会いに行けちゃうみたいなね。AKB みたいな。そんな YouTuber になっていただければいいんじゃないですかね。いやいや、面白いですね。ええ。で、まあ、お金の問題解決を中心にされていくと思いますけども、やっぱりこう、方向性が決まんないっていう部分は確かにあるんですよ。はい。ですね、思いついたものはいろいろやってみて、楽しく続けられるものに必ずぶつかりますから。ね、はい、わかりました。で、何を楽しいと思うかっていうと、やっぱりね、反応があるやつとか、もっと教えてくださいっていうふうに言われることなんですよね。うん、ですから、遠慮なくこれからも、露出していって、なんだったら、金融業界の闇みたいなのみんな好きですからね。都市伝説とかね。ファイナンシャルプランナーの実は年収はこうなっているみたいなね。え、ファイナンシャルプランナーの年収平均ってそんだけしかないのみたいなびっくりもあるかもしれないですね。なんかたまに発表されるんですよね。平均はここだみたいな。なんだよみたいな。かと思ったら極端に高い人がいたりね。いますね。すごいですよね。うん、なんかこう、いろんな、MTA じゃない、なんかランキングがあるんですよね。そうですね、僕もまあ、もともとが外資系の保険会社スタートなので、はいはい。まあ、今も保険代理店に一応所属してるんですね。はい、乗り合い代理店っていう、あの、40社ぐらい保険会社が使えるっていうところ。はいはいはい。あ、すごいですね。大体うちの、そうですね、うちの代理店のトップ、はい。大体、年収でいくと3億ぐらいです。年収3億とか、1年で仕事やって辞めればいいじゃないですか、みたいな、私すぐ思っちゃいますけど、すごいですね。そうですね。まあ、それは本当に、どうだろう、うちで1000人ぐらいの全国で登録がいる、うん。億稼ぐのは2人ですね。ああ。毎年億です。はい。うわあ、もうすごいですね。とんでもない人たちがいますね。うん。まあ、いるんですよね、なんかね。はい。外資系とかは特に、もう、凄まじいですね。もうよだれが出そうなわけなんですけども、まあ、あの、そういう方からもいろいろ学ぶものもあると思いますしね。はい。やっぱりなかなか、あの、身近にファイナンシャルプランナーさんで皆さん、そんなにバカバカいないと思うんで、ぜひこれを機会にね、ご縁持っていただければと思いますけども、じゃそんな中で、加藤さんがね、あの、お金の悩み、いろいろとお話を聞いてきたりとか、はい、資産運用とか、家計の問題とかって関わってきたと思うんですけども、うんうん、はい。よく聞くお金の悩みを、はい。なんか、ベスト3ぐらいにするとしたら、どんな感じになります？そうですね。ここはやっぱり最近だと、一番は投資資産運用ですね。うん。で、二番目は、まあ、あの、保険の節約とか、家計の無駄を省きたいっていう相談。はい。あと、三番目は、まあ、僕がちょっと世代的に当てはまるんですけど、やっぱり子供さんの教育資金ですよね。子供のためにどうやってお金残していったらいいんだろうっていう。はい。この辺がまあ3つなんですけど、うん、でただお会いしたときに、根本はやっぱり収入不安なんですよ。あ、将来も今も。将来の収入、今もそうだし、将来の収入不安っていうのがやっぱり、うん、まあベースにあって、はい。その上で今これからどうしたらいいだろうっていう、まあ細かな、あのテーマが出てくるんですけど、あ、でどうしても僕の仕事柄、もう皆さんが今入ってくるものをどういうふうに適切に振り分けるかっていうのがバックの仕事なんですね。はい。で、ジレンマがあるのが、あと5万、あと3万、あとちょっとだけでも収入が増えると、本当に安心感が持てるのにっていうので、はい、その、プラスの収入を生み出すアドバイスっていうのはなかなか僕らできてないんですから、うんうん、で、まあ YouTube のテーマにも副業ってあげたんですが、はい。こういうネットを使ってとか、うん、なんか すごい、ビジネスを起業するとかじゃなくても、うん、今の時代だったら少し副収入を得るっていうことが多分できるので、そういったこともやってあげれると、うん、なんかそういう問題がかなり明るく切ってるかなっていうには感じてます、うん。なるほど。はい。なるほどね。確かにそれはありますね。あの、多分加藤さんがご相談を受けるクライアントさんっていうのは、一定の信用がある方だと思うんですよ。はい。ね、例えばもう、どっかお勤めで、で、はい、住宅ローン組んでいて、家族、仲良くやっていて、はい、じゃあこれから膨らむ家計をどういうふうに伸びるかどうかわかんない、
収入でやっていこうかなっていうふうに悩まれてると思うんですよね。で、私が思うのは、ものすごく単純なのね、これ多くの方にお話しするのは、やっぱポイントサイトとかを教えてあげて、お父さんかお母さんがやる。はい、そうすると、最初の2月、3月で、万っていう金額の副収入にはなってくるんですよ。そうですね。はい。で、そういうのを体験していただいて、あ、このサイトを通じて買い物したり、カードを作ったり、いろんな、こう、リフォームの案内を受けたりとかすると、こんな収入の稼ぎ方があるんだってことで、まず、自分の収入をね、体験として増やしていくっていうのをやっていただいて、その後はビジネスを進めないといけないかなと思うんですよ。つまり、ポイントサイトの使い方を、人に教えることによって収入を得るって形をなんとか作るってことですよね。はい、でも、ここには大きな壁があって、やっぱりね、お勤めされてる方って、自分で商品を売ることにすごく抵抗があるんで、これを超えない限り、単発で終わるんですよ。ポイントサイトですね。はい、自分で稼いで、半年後には案件なくなって終わりみたいになっちゃって、何だったんだろうみたいになっちゃうんで、ここは超えないといけない壁だよっていうふうに、まあ、副収入っていうかね、なんていうかな、家庭内企業を、週末企業とかを目指されている方には、ちょっとここはマインドチェンジをしてもらわないといけないところでありますね。そうですね。セールスですね、本当に。そうなんですよ。で、特にこれから、はい、まあ、同一賃金、同一労働も始まりますし、ジョブ型雇用の時代が減ってくるわけですよ。これむちゃくちゃきついですよ、多分。まだ年功序列の方がまだ良かったって言われるかもしれないですね。いや、本当に昔は良かったと思います、本当に。はい。はい。今は本当、仕事がなくなったら、45でも50でも、さようならって言われちゃうんで、はい。何の保証もないですよね。そうですね。で、しかも、40とか50まで給料が伸びる時代でもないんで、はい。なんかずっと下手したら年収200万とか300万の40代入って、さよならって言われちゃってね、何だったんだろうみたいなね。うんうん。だから本当これは背中に汗をかく思いで、どっかで自分が、会社をやっていくビジネスを所有するっていう意識を持たないと大変なことになるっていうのは、もしかしたら伝える瞬間が来るかもしれないですね、これからクライアントさんに。そうですね。はい。給料上がんないでしょって話しないといけないですよね。そうですね。だから真面目に頑張っても、もう会社自体が給与上がっていかない時代なので。そうですね。で、多分家を買って子供を育てるところまでは大体皆さんなんとかやりこなせるけど、うん、老後をこう安心して手に入れるとかっていうのはなかなかやっぱり。見えないですよね。そう。苦しいかもしれないですね。はい。いや、本当そこはね、切実で、まあ、子供も大きくなれば手が離れるかと思ったら、離れなかったりしますからね、はい、今、これからは。あ、そうです、そうです、そうです。怖いです。3人とも家にいたらどうしましょうみたいな。いや、私なんてね、自分の子供が20年後、30年後、ニートになって家に救ってんじゃないかな、みたいなことも想定しながらリスクヘッジしてるんですよ。さすがです。それはありえますからね、本当に。ありえますね。自分の子供だけが世界にヒノキ舞台に立って、親を安心してくる、差し切るみたいな。妄想はちょっとね、30年前ならいざ知らず、今は分かんないですから、ベストを尽くしますけども、うん、そうなった時にも、疎ましがらずに、仲良く暮らそうねみたいな環境をお互い作っていきたいなと。ちょっと難しいですけどね。まあ私のことは置いておくとして、多分、これから本当に、特にね、今、コロナ禍で、第二氷河期みたいなことも言われてるわけですよね。そうですね。僕らがもうまさしく氷河期だったのに、なんかその時の雰囲気を感じてて。ええ。ちょうどバットが、1998年ですよ、僕大学に行ったのは、はい。うん。で、もう本当就職大変でした、本当に。うん、もう大変でしたよね。はい。何十社も受けて、本当に、まあ偶然ちっちゃな中小企業、20人ぐらいの地元の企業に拾ってもらったんですけど。はい。もう大手のとことかもう、もう全部軒並み落ちて、はい。本当にどうだろうな。3分の1ぐらいは同級生一旦就職浪人みたいな感じで。大変でしたね。本当。当時ね、有効求人倍率は私 0.59 って覚えてるんですよ。あ、まあそう。0. いくつでしたね。はい。だから2人に1人とか確実に就職できないっていうね。バイトするしかないみたいなところが前提だったんで。はい。それは高校とか専門学校の方はもっときつかったと思うんですよね。うん、もちろんそれぞれの専門性を生かしていければ、もしかしたら大卒よりもチャンスがあったかもしれませんけども、はい、私ただ合コンのために大学行ったんできつかったですよ。僕もだから野球で大学行って、まあなんとか卒業はね、したんですけど、はい、うん、まあ拾ってくれた会社もちっちゃいところで、まあ野球やってたからガッツがあるだろうっていう、
まあ、かなりブラック企業だったんですけど。ああ、でも、まあ、ありえますね。体育会系の人はそういうところに。はい。多少のことじゃへこたれないっていうのが採用の基準だったみたいなね。いや、もう、大きいですよ。やっぱ野球部の信用はそこですね。とてつもないきつい練習に、水も飲まずにやってきた時代の、うさぎ跳びやりながら、はい、ダメなことばっかりやってきて生き延びてるんだから、すごいですよね。はい、ありがとうございます。ね、思い出話をすると長くなっちゃうんで、ちょっとね、借金の話をちょっとさせてもらおうかなと思って、今日はテーマを入れ込んできたんですけども、はい、どうしても大人になると、お金を借りるっていうものからは逃れられないと思うんですよ。はい。うん、で、私が考えるところ、上手にお金を借りれる人って、借りたお金で大きな資産を作って、返済も順調にして、結局勝っていくみたいなこともできると思うんですよね。はい。でも、多くの方は、その借金の概念とか借金のスキルってものがないがゆえに、お金を借りて、なぜかそれがなくなって、返済だけ残るみたいなね。はい。そんなパターンになっちゃうんで、私なりにね、3つぐらいの原則にちょっと絞ったものがあったんで、今朝もちょっとね、動画で放送したんですけども。はい、見ました。はい。うん。1つ目は金利ですよね。はい。私ね、金利をね、29.2% みたいな金利で、ずいぶん長い間で借りてたんですよ。すごい。うん。その時の感覚は、100万借りて、1年間で30万つけて返しゃいいんだろう、楽じゃんと思ってたんですけども、とんでもない話でしたね。はい、すごいですね。いや、10% 超えたらもう返せない。いや、5% 超えたら返せないですよね、もう完全に。はい。だから年利は私ね、2% とか 3% じゃないと、話はできないんじゃないかな、っていうふうに今は思ってるんですよ、今はね。うん。うん、で、あと2つ目なんですけども、返済期間ですよね、返済期間。万が一を借りたお金が、何かの事情で、うん、本当に、もう返せなくなっちゃったと。もう資金がなくなっちゃったっていう時でも、3ヶ月飲まず食わずで自分の、例えば月給から返せば3ヶ月で完済できる。要するに月給20万だったら60万が限界なんじゃないかなと思うんですよ。100万とか200万っていうものを、まあ、毎月2万とか3万で返すってむちゃくちゃ長い返済期間になるんで、慎重にならないといけないなと思ったんで、これ返済期間もよくよく自分の力量と噛み合わせていかないといけないなっていうのが二つ目の原則なんですよね。はい。で、三つ目が、私なりにね、これは非常に大事だなと思ったのが、連帯保証人がつくかどうかなんですよ。はい。実は多くの方って、保証人がないことをいいことに借りちゃうんですけども、うん。結局返せなかったら、親とか兄弟に頼っちゃうんですよね。はい。だったら最初から、俺お金借りるんだけど、連帯保証人やってくれるっていうふうに言って、いや、ダメだよって言ったらもう絶対借りない。うん、はい。あ、信用ないんだ、俺、みたいなね。はい。なんだったら、そんなに困ってるんだったら、もう、身内から借りるよ、みたいな感じで借りれちゃうかもしれないんで。はい。で、私はこの3つの原則を、考えた方がいいなと思って、今はね、固めてるんですけども、はい。その加藤さんなりに借金っていうのは、どういうふうな、概念で借りればいいの、借りっていうか、思っていけばいいのかっていうのと、どうしてもお金を借りるんだったら、はい、どんな形でやった方がいいかなっていうのなんか考えられてるものがありましたらちょっと教えていただきたいんですけども、皆さんのはい。まあ、借金の中でも考え方はいつも言ってるのは、資産を買う借金は OK ですと。うん。消費だとか浪費のための借金は罰ですっていう話が一応前提ですね。はい、はい。で、まあ、日本人借金っていうと、住宅ローンとカーローンと、あと生活費を賄うためのキャッシングってもう普通の人はもうこの3つばっかなんですよね。ああ、そうですね。はい。そうするともう基本はなんだろう、値段が下がったりだとか価値がなくなるものとか、うん、した後にすぐ物として消えていくものっていうものの借金はするんですけど、うん、やっぱりこれ多分そういうお金の教育とかがやっぱり不足してるところだと思うんですが、うん、ああいう本で言うと金持ち父さん貧乏父さんっていうのは多分メジャーだと思いますけれども、はい、まあ、金持ちは資産を買い、貧乏人は負債を買うっていう言葉があって、うん、で、良い借金っていうのはやっぱりこれから価値の上がるものとか、まあ、収入を生み出すようなものに、うん、そのために借金をするっていうのは、まあ、良い借金っていう考え方があるので、うん、まあ、もし借金をするなら、その手に入れようとしているものが資産、自分にとってプラスを生むべきものなのかっていうのは、まず考えなきゃいけないかなと。うん、はい、なるほど。で、日本っていう国で行くともう金利は多分もう世界で一番ぐらいに異常に安い国になってるので、はい、本当はやっぱり借金っていうものは積極的にして、うん、
まあ、なんだか投資なり、あと自己投資ですかね。僕も、やっぱり保険屋さん駆け出しの頃収入が苦しかったんですけど、勉強はしなきゃいけないということで、はい。その時に自分の勉強代はもうカードローンです、全部。2年間。24回払いで、もう、まあ、それは逆に返す当てはないですけど、まあ、自分でやっていくしかないって言って、うん、借金をして自分に投資をして、うん、まあ、それがプラスになればいいなっていう考えてやってきましたけども、はい。はい。まあ、この辺が、まあ、借金をする時のベースみたいな考えはいつも持っています。あ、なるほどね。やっぱりこう、消費に使っちゃう借金をしてね。それから資産性のあるものに対して借金をする。その考え方っていうのはなんとなくわかるんですけども、具体的にこれが資産だよとか、これは浪費であり消費だよみたいなのが、きっとね、わかりにくいと思うんですよ。私もなんかいまいちわからないんですよね。ああ、はい。で、皮肉にも最近わかったのが、車を買うなら、アメ車だと思ったんですよ。ああ。どんどん価値が上がっていくなとかね。そうですね。そういうのはいいですよね。ただ極端な話なんでね、そんなアメ車なんてボンボン買えないんで、しかも、相当好きじゃないと、逆に資産価値を落としちゃうんで、手入れしないといけないですから。だから今のはちょっとね、象徴的な、冗談みたいな意味だったんですけど、私はそれをちょっと体験したところがあって、はい、80年式のアメ車ってどんどん数が減ってるんで、価値が上がるしかないんですよね。はい。うん。だから、ああ、そういう見方はあるな。っていうので、まあ、車を買えってことは言うわけじゃないんですけども、うん、確かに乗り潰す中古車っていうのは結局廃車に行って終わりなんで、手残りゼロなんですよね。そうですね。うん、だからなんかそういったものを応用して、何かにどういうふうに具体化すればいいのかなってことなんですけども、はい。例えば、加藤さんは今、教育に投資すると、すごい利回りが取れるみたいなことで話されたと思うんですよね。もちろん教育投資したものが自分が使いこなせなかったらゼロになっちゃうんで、はい。は単なる浪費になる可能性はあるけど、はい。でも自分の意欲と、うん、こう、頑張りだけでですね、お金が知識や知恵に変わって、その知識や知恵って一生使えるんで、無限にお金を生み出す可能性非常に高いですから、そうですね。やっぱ教育に最大限投資するっていうのは、加藤さんのね、投資哲学でもあるのかなと思っちゃったんですけど、はい、そんなところがありますかね。ありますね。やっぱり、結局株式投資って投資ありますけど、あれはまあ他人の商売にお金を出資してあげて他人に稼いでもらうっていうやり方がまあ株式投資ですけど、はい。自分自身が会社であれば自分に投資すれば一番利回りが出るっていうことに、まあ失敗するケースも当然、久保さんはあるんですけど、はい。はい、ただまあ会社の社長さんとかでもやっぱり自分の会社に投資するのが一番いいって言って、ああそうですよね。はい。どん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 自分の会社の事業のためにお金を入れていくっていうのはもうまさしくそうだなと思って。うん。確かにそうですよね。はい、あと、ファイナンシャルプランナーさんとして活動されていく中で、ファイナンシャルプランナーさんにも勉強会とか何がしかのなんか集まりとかがあって、知識を高めるグループっていうのはあると思うんですよ。はい。そういうのは、ね、結構積極的にお金使ってきた感じです。そうですね。ずっと今もずっと継続してそういう勉強会には、ずっと入ってます、うん。そうですよね。やっぱりこう、はい、いつまで経っても何かしから勉強してますね。お金使ってね。そうですね。これはだから、みんなが勉強してるから、勉強やめたら、どんどんなんか落ちていくっていうかね、相対速度変わんないでしょ。みんなやってるから。そうですね。みんな我慢比べみたいに、誰か早く勉強やめてくれって言われる。ねえ、でも本当、そういう意味で言うと、子供にとってはね、教育環境を整えてくれるのは親しかいないんで、まあ、3人いらっしゃったらいろいろと大変だと思います。大変です。うん。本当にね、思いやられます、私も一人でね。はい。で、そんな中で加藤さんは、私動画見てると、暗号通貨ね、仮想通貨。はい、こちらの方もちょっと興味持たれてやってるみたいなんですけども、はい、ファイナンシャルプランナーとしての加藤さんから見て、はい。新しくできたマーケット、暗号通貨とか、まあ、いわゆる仮想通貨って日本で呼ばれてますけども、はい。あれについてどういうふうに考えてらっしゃるんです？そうですね。僕も改めて、久保さんの動画を通じて見直しを始めて、勉強してるんですけど、はい。元々のその2010年過ぎぐらいに初めて聞いて、まあ、1年
2018年にも盛り上がった時期があったんですけど、はい、もうその時はもう本当実体がない、うん、あの本当ギャンブル、はい、本当にそういうイメージしかなくてですね、で僕のお客様も実は何人か失敗をしてるんですね当時、うん、手づかみをして大きく減らして、はい、それでロスカットで終わりっていう、でそれも結構大事なお金をそこに入れてて、あなんだろう、僕らはどちらかというとコツコツ20年30年かけて、はい、もうあの退屈だし時間はかかるしお金の増え方もそんなにね伸びないものをお勧めしてるので、はい、もう皆さんからするとつまらなくて面白くないわけなんですけど、はい、どうしても皆さんそっちに目移りがして、うんうん、お金を失っていくので、なんていうのかな、僕らのお客様のお金を奪っていくあの悪しきギャンブルみたいなイメージをずっと持ってたんですが、はい、もう本当に今年に入ってからですね、うん、まとまって注目をされだして、はい、で注目をされるとみんなそこに乗っかりたがるものですから、あの注意喚起も含めて勉強しようということで勉強してたら、はい、うん、そのブロックチェーン技術っていうのはすごいっていうことに改めて初めて気づいてですね。すごいですよね。うん、それが、なんかこう、今まで実体のないものっていうイメージをしてたのが、はい、その、この前勉強会行った時にあったのが、情報を不正なく管理するための技術であって、はい、と、まあ、契約の情報とか信用情報を、うん、安全にインターネット上でやり取りできる技術っていうことなんですよね。はい、そうですね。はい。で実際、まあ、トヨタ自動車とか IBM、マイクロソフト、うん、まあ、中国の政府もブロックチェーンで、はい、スマートシティ構想っていうものを作って、はい、やってるっていうのを見たときに、そのブロックチェーン技術っていうのは、あの、すごく実態を伴ってるので、うん、で、やっぱり久保さんがお勧めしてるああいうエイダとかも、はい、ですよね、オンラインカジノを不正なく適正にやるために、みんなが安心して遊べるブロックチェーン技術っていうことで、はい、まあ理解をしてるんですけども、なんかそうやって考えていくと、各ブロックチェーン技術っていうのがいろんな、まあ株式投資でいう会社で、うん、そこが何を目標にして、どんなことを将来狙ってるのかっていうのを理解すれば、うん、まあそのコインを買うとその価値が上がるっていうことなんだなっていうのに最近思い始めてですね。はい。まあこれからはちゃんとそういったことを実態を、裏付けをちゃんと自分で調べれるんだったら、うん、なんか投資対象として、あの、急速に資産を増やすアイテムとしてはいいんだなと思って。はい。そういう今感想です。そうですね。おおむねそんな感じだと私も認識してるんですよ。はい。で、まあ、ブロックチェーンっていう技術がものすごいパフォーマンス持ってて、潜在力を持ってて、その一部に通貨っていう機能があるだけで、はい。暗号通貨イコールブロックチェーンでないところがミソなんですよね。ああ、そう思いました。はい。で、暗号通貨もたくさんの種類出て、もう本当に何千と出て、もう数が数えられないぐらいになっちゃいましたけども。すごいですね。一つ一つの機能が違って、はい。じゃあ、どの機能のファンになるかっていう話が、まあ、乗っかかりだと思うんですよ。はい。で、カルダナっていうのは最初カジノコインの、まあ、今言われたようにね、カジノの不正なく管理するみたいなことで振り込みあったんですけども、はい。その開発者のチャールズ・ホスキンソンさんの話をテッドとかいうトーク番組に聞きますと、はい。うん、なんかすごい超感動でですね。ああ。聞いたことあります。世の中には30億人の人が身分証明もないし、銀行口座も持ってない人もいるんだって言うんですよ。ああ、なるほど。はい。で、その人たちに、もう身分証明と銀行口座のようなものをブロックチェーンで与えるのがADAだっていうわけですよ。ああ、素敵ですね。思想、その考え方がものすごくいいなと思ったのと、あとは銀行っていう制度は一部の大金持ちのために高い金利優遇をして、うん、お金のない預金額の少ない人には本当に何もあげてないっていうね。そんな仕組みなんで、結局はそこでは格差が縮まらないし逆転起きないんだっていうところから、うん、あの、カルダナのブロックチェーンは違うんだと。預金額の少ない人のためにあるんだっていうわけなんですよ。だから30億人の人が、1人100円ずつの預金で OK とかね。あんな概念だと私理解して、うん、あ、これ考えすごい素敵だなと。その、お金をそんなにたくさん持ってない人もちゃんと、お金持ちと同じ権限と、便利さを与えているってところで、うん、いや、これはね、本当にね、もう、
一生体の上に乗りたいなと思って、だんだん好きになっていったんですよ。私ね、はい、体の買った時は詐欺だと思ってたんで、なんと思ってなかったんですよ。またなんかやられたみたいなね。ほんと最初はよく分かってなかったんですよ。ただなんかこう、セールスがものすごくしつこかったんで、はい、付き合いでなんか買ったみたいなね。帰ってほしくて買ったみたいな感じだったんですけど。すごいタイミングででも買われてるのでいいですね、本当に。はい。うん、だからね、ほんとね、そういう意味で言うと、当時、ちゃんと理解して買った人って、私以外にも、ほんとほとんどいなかったと思いますよ。そうでしょうね。はい、流れが来そうなんで買ってみた。なんか流れが来ないから、詐欺だと思ったけども、気がついたら、なんか値段上がってみたから、慌ててログインしようと思ったら、キーがなくなってたみたいなね。あんな感じでよくお問い合わせいただくんですよ。はい。ログインできませんとか言ってね。え、パスワードとかあったら、あ、もうどっか消えちゃいましたって言ったら、それも無理ですよ、みたいな。ブロックチェーンなんだから、あなたが管理しないともう中央銀行ないわけですから、ね、どこに問い合わせるんですかみたいなね。はい。そんな感じで、数千万とか数億円が多分永遠に取り出せないまんま、いろんなアカウントにね、閉ざされているのがこのブロックチェーンの面白いところというか、気の毒なところでもあるんですけどね。はい。だから値下げに限界があるみたいなところなんじゃないですか、ね、うん。もう取り出せない通貨があるみたいなね。まあでもね、本当に面白いマーケットができたな、っていうところなんで、まああの、はい、あくまでも余剰資金でね、無理ないように、あの宝くじを買うような気持ちでやるのちょっとあんまりお勧めできないんで、はい、その辺も投資の原則を守りながらね、あの、うん、借金してまでやることではないですし、それから確実に当たるもんではなくてパーになる可能性もあるってことを覚悟しないといけないし、うん、たくさんの人を巻き込んで多くの資金を入れればいいってもんでもないんでね、やっぱり冷静に見ないといけないと思いますよね。うん、特に本当に、まあ一つの家を預かってると、個人のお金、私たちはその、まあお父さんが働いてる例が多いと思いますけども、お父さんが働いていても家のお金なんで、勝手に使えないですからね。家計ですからね。気がついたらね、借金まみれで、お父さんどうするのとかってから、本当に家に帰れなくなっちゃいけないんで。はい。やっぱりこう家族で相談しながら、使っていくところもいるのかなっていうところも、私はね、やっぱりこう、思うんですけどね。ありがとうございます、いろいろと。で、なんか暗号通貨、なんかこう、加藤さん、これは注目なんじゃないの、はい、みたいな、個人的に考えてるのあります？あ、そうですね、僕の YouTube チャンネルでもやってる、コスモスっていうブロック技術のアトムっていうのに注目してて、うん、はい、今、コインマーケットキャップだと20位ぐらいにいるんですね。ああ、はいはい、ありますね。うん、はい、で、1アトム2000円ぐらいの価格帯なんですけど、はい、まあ、それに注目してて、うん、まあ、これも単純に聞いた話でしかないんですが、はい、まあ、ブロックチェーンをつなぐブロックチェーンという技術があるみたいで、うん、それぞれもう今ブロックチェーンって独立しちゃってるんですよね、はい、で、それが交換されるとかっていうのは必ず取引所を通じないと交換できないっていうのと、はい、投資の交換は、うん、で、それを全部つなぎ合わせるっていう技術があるっていうのと、うん、あと、イーサリアムと近いんですけど、はい、ブロックチェーンを作成するお手軽キットみたいなプログラムを作ってるので、うんうん、いろんなところがそんなに技術力なくても簡単にブロックチェーンを自社で開発できるらしいんですね。はい、まあ、その辺をなんか使ってトヨタとか、うん、IBM とかマイクロソフトとか中国の政府が今も実際ネット上の普通のニュースとかでもその辺のコスモスを使って今、まあ、中国政府もそのスマートシティ構想のベースにしてるっていう発表をしてるみたいで。はい。で、まあ、結構知る人はもう知ってるんですけども、まだ公にこれからなっていくのかなっていうことで、うん、まあ、どうせやるんだったら少し値上がりするものがいいなと思ってですね。まあ、そうですよね。はい。まあ、有名どころじゃないところで、うん、まあ、多少そういう実態をきちんと伴ってそうということで、はい。はい。注目してます。うん、そういうストーリーとか、将来性があるのもブロックチェーン暗号通貨の面白いところだと思いますよね。はい。うん、やっぱそう考えていくと、こんな事業なんだけどって立ち上がった会社がどうなるのかわかんないっていうところで、私たちはいろんな、うん、会社とかね、業態見てきましたけども、ブロックチェーンも、じゃあこういうしっかりとした計画があるから絶対にそうなるんだってことではないところがまたちょっとスリルであったり、そうですね。もっと学んでいったり、ね、うん。で、やっぱりこう対抗するブロックチェーンっていうのはいくつか出てきてますんで、はい、競合比較もしていきながらね、資産の分散を上手にしていかないと。そうですね。そんな強烈な通貨あったのとかね、本当調べようがないですから、あんだけあったら。まあ本当に4000もあるんだと思って。
ねえ。もう私もね、どれ見てもね、なんか知れば魅力的ないんですけども、知らなければなんか草コインとしか思ってなくて、なんだそれやみたいな。どれもこれもしっかりしてるんですよね、今のもね。うん。だから競合同士でどれが勝つか、どれが勝ってもおかしくないみたいな状態も起きてくるんじゃないかなと思いますし、それこそ、あの、リップルが消える可能性もあったりとかね。ああ、はい。信じられないなと思うんだよね。うん。で、なんだろうな、ふざけたコインみたいなのもね、もしかしたら、わかんないですからね。プロジェクトがしっかりいったり、ね、ライブが消えていったりとかね、はい。いやいや、暗号通貨の動画、またね、いろいろ作ってみてください。これからも。よろしくお願いします。じゃあですね、今後、加藤さんが、なんか、YouTube を通じてとか、はい。まあ、速稼塾の皆さんね、他の方とでもいいんですけども、はい。まあ、こんなことしていきたいなっていう、今後の目標とか展望などありましたら、ちょっと自由にお話しいただきたいんですけども、よろしいですか？あ、はい、わかりました。はい。まあ、もともとの、速稼塾に入会した目的の FX っていうものがあるので、まあ、自分個人としてはそれを久保さんから学ばせていただいて、やっぱり、はい、FX で収入を得るっていうのは、あれがもう本当に一番公平だし、手数料も少ないし、うん、みんなができるようになったら、年を取ってもできますので。はい、できますね。しかも家にいても。うん。で、多少体がもし不自由になっても、脳みそがあれば、人に指示をしてでも売買ができるだろうし。うん。なんかこの技術っていうのは、もしみんなが学べて身につけたら、なんか老後の不安もそれだけでもだいぶ変わるかなっていうのと。はい。はい。で、あと、まあ仕事上でいくと、やっぱりこのネットビジネスで稼ぐ、うん、まあ、そういったポイント、ポイ活だとかですね。はい。そういったものでお客様がまたプラスの収入を得る。はい。まあ、リスクが少なくて得ることができるので。はい。やっぱりそういったお客様の収入を上げていくっていう活動をやっぱりしていきたいなと思っています。うん。はい。あ、よろしいですか？はい。はい。ありがとうございます。確かにね、FX って東日本大震災って10年ぐらい前だったじゃないですか。はい。私あの頃ちょうどね、FX、ギャンブルまがいやってたんですよ。博打みたいにね。もう、レバレッジがまだ400倍だった頃だったんで。はい。100万円を400倍にしてからですね。もう、10秒とか20秒で決済するようなことやってて。当時、麻雀店の経営してて。はい。麻雀店があんまり業績良くなかったんですよ。だから麻雀店の、なんか穴埋めにと思ってやってたんで、まあまあうまくいってたんですけども、東日本大震災の時にね、やっぱりこう、貯めてた資金が、全部ロスカット食らっちゃって、はい、元の木阿弥になったわけなんですけども、その時に思ったのは、あ、こんな時でも投資やられているんだってことなんですよ。あんな大事件ですよ。で、それでね、今は無理だけど、絶対将来身につけてやろうって、その時思ったんですよ、うん。で、きちんと資金が貯まったり、どう教わるかっていう方針が決まるまでは、もう真面目に仕事やってお金貯めようと思ったんですよ、その時は。はい、はい、うん。だからね、いきなり FX やって、私は、そういうことになったんで、うん、やっぱある程度ね、FX をどう取り組むか、そしてどのくらいで攻略するかって、私の場合3年で攻略しても十分お釣りが来ると思ったんで、3年って決めてて、結果1年だったんで、ものすごく順調だなと思ったんですけども、うん、でも腰を据えて学べるような環境を作んないといけないなってな、その時思いましたね。うん、ですんでね、1日16時間麻雀店で勤務したらとても無理なんで、しばらくはね、その店がなくなるまでは、潰れるまではできんなと思ってたんで、まあ、数年後に潰れたということなんですけど、できるぞーと思ったよ、その時。だからね、本当にね、天変地異の時でも、なんか投資ってやってるんですよね、人は。そうですね、それですごく、まあね、収益を上げてる方もいますもんね。はい。で、あと、ビジネスの方なんですけども、やっぱりね、そっちも、まあ、YouTube を中心に展開して、行った方がいいかなと思う中で、はい。ファイナンシャルプランナーさんが、例えば、池袋暴走事故をこう思うみたいなのはなかなか面白いと思うんですよ。ああ。要するにトレンドと自分の立場を重ねていって、はい。独自の視点をどん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 出していく。要するに、事実は一つなんだけども、面白い解釈ができると、そこにファンがついて、信用がついて、じゃあ、はい、お金、家計、資産の相談は加藤さんにっていう流れができるんで、うん、これをね、軸に置いてやったら、情報発信したら、ビジネスに結びつきます。はい。で、肝心なのは、加藤さんが情報発信するんだったら、もうね、すでに商品は用意しとかないといけないんですよ。
ああ、そうなんですね。はい。内容は決めなくていいです。はっきり言って。はい。商品を、低価格のもの、数千円とかね、1万円で、はい、低価格のものと、うん、あと、まあまあの価格、10万円前後のもの、もしくは5万円前後のもの一つ。そして、高額のもの、30万とか50万のものっていうふうに、3つぐらい、松竹梅で設定しておいて、そういう商品がありますよって言えるような状態を作っておかないと、うん、セールスができないんですよね。ああ、はい、はい。で、契約が決まった後に内容を作ってあげるんですよ。それこそ、一人一人、悩みの種類とか、深さとか、違うんで、最初は、大中小とありますよっていうふうにしといて、じゃあ、この中ってのはどんなものなんですかって聞いたときに、このぐらいまでのサポートしますとか、3ヶ月間のサポート期間ですみたいな、ざっくりとしたことをお伝えしていって、あとは面談で、あなたの悩みに合わせて商品作りますんで、一緒にやっていきましょうっていうふうにやると、ものすごいストライクするものができるんですよ。はい。で、多くの方が商売で失敗するのは、最初に商品作っちゃうんですよ。うん。で、その商品にハマるようにお客さんを埋めていくんで、ものすごい不具合が出たりとか、不満が多いんですよね。はい。プラス、商品作った挙句売れないってことがあると、作る時間が全部無駄になっちゃうんですよ。うん。ですんで、まあ、おおよそのイメージはあっていいんだけど、こと細かく商品作っちゃうと失敗するんで、まずはこの松竹梅を作っておいて、お問い合わせがあったらこの3つを紹介できるタイミングを取っとこうかなっていうのを念頭に置いて、情報発信するといいと思います。うん、はい、わかりました。加藤さんでしたら、もういくらでも商品作れると思いますから、今までの実績もありますし、ご経験もありますし、勉強会も今でもやってらっしゃると思いますので、それこそ、もう無限サポートしますよ、みたいなね、うん。こっちの一番高いやつ買ってくれたら、もうね、私が生きてる限り全部サポートです、みたいな。できるかもしれないですよね。だから、松竹梅で、期間を区切るって手もありますよね。サポート1ヶ月ですとか、6ヶ月ですとか、2年です、みたいなんで、価格の差をつけていくとかね。うん、まあいろいろとその辺も一緒にこれからね、学んでいきましょう。ビジネスね。はい。それでですね、今日は、だいぶ話が盛り上がったところもあるんですけども、そろそろ1時間が来ちゃうんで、終わっていくタイミングでございます。本当にあっという間ですね。今日ね、視聴されている方が、7名というふうに出てます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当ありがたいですね。いつもの方もいらっしゃいますしね。はい。視聴されている方になんか、メッセージなどありましたらお願いしたいんですけどもよろしいでしょうか。はい。僕も45歳になって初めてこうインターネットで何か稼ごうということで取り組んでます。で、やっぱり本当体育会系でアナログでずっと来たもんですからパソコンとか苦手なんですけど、それを克服して新しいことをやっていきたいなと思ってますので、はい。同じような環境の方がもしいらっしゃいましたらぜひ一緒にみんなで頑張っていけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ね、加藤さんのチャンネル登録してますっていう方と、加藤さん YouTube のチャンネル名を教えてくださいっていう方、はい、それから私も愛知県ですって方がいらっしゃいますんで、それぞれちょっとご返信を今口頭でお願いします。あ、そういうことですね。はい、チャンネル登録してくださってますよ、一人の方。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で YouTube のチャンネル名を、あ、はい、加藤祐介FP チャンネルっていう、加藤は漢字の加藤、ゆうすけはひらがなでゆうすけ。で、FP はアルファベットで FP ですね。なので、まあ、加藤ゆうすけで、まあ、ゆうすけのひらがなにしていただくと YouTube で出てくるかと思います。はい。はい。まあ、これからもね、動画更新していただけましたら、毎日の更新連絡に加藤さんのポンと乗っけるかもしれないんで、僭越ですが、もしよろしければよろしくお願いします。この動画紹介しきれってものがありましたら、メールで送っていただいたら確実に翌日載せますので。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。動画更新してもね、私ね、わかんない場合があるんですよ。チャンネル登録が多すぎて、流れていっちゃうんですよね。すいません。とんでもないです。はい、あとね、愛知県ご出身の方、野崎さんが愛知県。あ、野崎さん愛知県。原さんも愛知県ですけどね。そうですね。多いというかね、よく目立ちますね、愛知県はね。はい。あ、でも、加藤さん、今は愛知県を離れて、どちらにお住まいでしたっけ？三重県です、今。三重県ですね。まあでも近いですね。愛知県。はい。一応、まあ、お隣なので。はい、うん。はい。はい。ありがとうございます。皆さんね、ぜひ、チャンネル登録などしたりとか、コメント書いたりとか、書かれたりとかね、しちゃってください。まあ、加藤さんのことですからね、今日ご参加いただいた方にもしかしたら、個人メッセージ、なんか動画で、ありがとうみたいなのやるかもしれないですよ。なんか松潤さんとかみたいに。
まあ、無理しない、しないでくださいね。はい。できるようでしたら、やってあげるといい関係になるかなと思いますし。はい。結構皆さんね、なんかこう、ご挨拶動画をね、名指してやったりするのがね、結構多いんで、ね、びっくりしますよ、ね。しまいに気づかなかったりしますからね。はい。皆さんもね、ご無理なさるようにしてくださいね。でも、とってもいいことだと思います。はい。ありがとうございます。ではね、最後のコーナーになってまいりましたけども、加藤さんに連絡を取りたい場合っていうのは、どういうふうな、連絡の取り付け方法があるんでしょうか。そして、今日ね、プレゼントがありましたら、プレゼントの紹介もしていただきたいんですけども、もしあればでいいですよ。はい。はい、お願いします。メールアドレスを、はい。こちらのメッセージ、あ、チャットの方ですかね。チャットの方に、打ち込まさせていただきますので。あ、じゃあ、そうしてください。今から、メールアドレスを打ってくださいます。はい、お、出ましたね。皆さん、G メールでございますんでね。こちらの方に、10万円貸してくれってメッセージ送っちゃダメですよ。さすがにファイナンシャルプランナーさんでもね、お金貸してくれられないと思いますんで。そうですね、僕も、ギリギリで頑張ってますので。お父さんはね、いくら稼いでもお小遣い決まってますから。加藤さんね、最近っていうか今日か、なんかね、モーニングって雑誌あるじゃないですか。はい。あれが YouTube チャンネルを開設するの今日知ってて見たんですけども、面白かったですよ。お父さんが2万1000円のお小遣いで やりくりしてるっていうのが中心になってるんですよ。はいはい。で、同じ年代の他の人は、俺2万円のお小遣いだよとか言って、その1000円がでかいよねみたいな話したり、で、2万5000円のお小遣いの人がいて、すげえみたいになって、で、2万5000円でバイク乗ってる人がいてね、どうやってバイクの維持費払ってるんですかって言ったら、自分でヤフオクで部品買ってきて自分で修理して、修理代のタグだよみたいなことやってて、驚くみたいなね。で、弁当とかもすごい工夫して、やりくりしてるんですよみたいな。はい、涙ぐましい節約術がいろんなところに出てて、そうですね。なんかちょっとほろ苦いですね。40代のお父さん、なんでこうなんだろうみたいなね。僕ら幼い頃は結構豊かなお父さん像を想像してたのに。そうですね。片身の狭い。なんかお小遣いってなんかこう、だいたい2万7、8千ぐらいかなってサラリーマンのね、お給料と設定したんですけども、はい、なんか今2万前後らしいですね。実際に。そうですね。うん。2万から3万っていう方が多いですね。はい。その方で家計相談すると。で、その中でタバコ吸う方はタバコ買わないといけないし、はい。チューハイ飲む方の中でチューハイ買うしみたいなんで。なんかね、なんとかならないんですかね、この緊縮財政は。緊縮家計にもらってきてますね。まあ、ということなんでね、お金の問題、うん、もうお互い抱えてますんで、みんなでね、もう爆発させていきましょう。うん、お金をいっぱいいっぱい使ってね。本当にポイントサイトでね、10万、20万、もうゼロから生み出して、はい、生み出したものをなんか適切に仮想通貨とかにね、はい、うまくはまると、それが本当、1000万とかになる可能性も、20万が1000万ってあると思うので。あ、それはありますよね。はい、そういったのは、うん、もしそれだったらリスク取ってもね、もともとポイントでゼロだったものなので、はい。リスク取れるお金かなと思いますし。うん。まさにそういう考え方がすごくいいと思うんですよ。はい。なんかやっぱり労働で作ったお金をなくしちゃうと、精神的なダメージも強いんでね。はい。うん、ポイントサイトで、ちょっとこう、アプリをやった、ゲームアプリをやってる感覚で、稼いだ5000とか1万円を、ちょっとね、一攫千金に投じるっていうのは、まあ、我々にできる、ものすごく効率のいい楽しみ方であり、狙い方だと思うんですよ。そうですね。で、暗号通貨には今それがあるんで、まあでもあまりそこばっかり強調してもいけないんですけどね。そうならない例が多いから、このチャンスがあるっていう言い方もできますんで。そうですね。うん、やっぱりお金って自然に生まれるんじゃなくて、失った人から集まってきてるってところもありますね。本当にお金持ちが、お金持ちになるっていうのは、本当に最近よく感じますので。はい。もうでも、逆転もできる世界だなと思いますし。それはね、大いにありますね。はい。うん、
いろんな稼ぎ方とか投資がある中で、相対的に暗号通貨が速度が速いんじゃないかなと思うんですね。そうですね、速度は速いですね。だから数週間で数倍とかって、不動産とかではありえないんで、株とかでも、はい。そうですね。それが今起きてますからね、この市場。はい。凄まじいですよね。はい、ということでね、いろんなお金の話、悩みは尽きないわけなんですけども、これからね、速稼塾にも、加藤さんのようなファイナンシャルプランナーさんが参加してくださるということなんで、なんか心強いじゃないですか、皆さん。お金の稼ぎ方とか増やし方、加藤さんにも相談してくださいね。あ、でも、資産の守り方って言い方がいいですかね、加藤さんの場合は。あ、そうかもしれないです ね。やっぱり稼いでも宝くじ当たった人が破産してるっていうのはまさしくそうかなと思ってて。ああ、はい。やっぱり得たものをどうやって使っていくかっていう使い方を間違えてると、いくら稼いでも、うん、結局、元に戻っちゃうっていうのがあると思うんですよね。はい。うん。やっぱりそこのベースがあった上で、やっぱり稼ぐっていうのがすごく大事なのかなっていうふうに最近感じます。はい。まあ、まさにそうですね。はい、今だから、基本的には収入って、毎月毎月、ほとんどの方が似たようなもんだと思うんですよ。いきなりね、今月は3万増えたってことないと思いますんで。ただ、何にいくら使うかっていう組み合わせを変えると、案外結構楽になったり、将来に不安を少しだけね、緩めることができたりとか、無駄なものが見つかったりとかっていうのはあると思いますので、まあそういう部分では、加藤さんの見識がものすごくね、力を塗ると思うんですね。で、プラス、その限られた稼ぎじゃなくて、プラスアルファで稼ぐっていう力もつけていくときに、まあポイントサイトみたいなリスクのないところから、毎月2万、3万と増やしていくのは、結構ね、見えてくる話だと思うんですよね。はい。うん、でしかも、ポイントサイトって、その、アクションした月には、まあ、カウントが増えるだけですけども、翌月とか翌月には、本当に、銀行口座に入るような作業ができますんでね。そうですね。はい、あれはなんかすごく、感動の瞬間ですね。はい。うん、まあ、ですんでね、やっぱこう、トライしていただきたいなと、ポイントサイトなり、なんですかね、まあ、ヤフオクじゃない、なんだっけ、A8 ネットみたいなね、ASP サイトとかね。結構そういう情報が届きやすくなって扱いやすくなったっていうのは、私たちの時代にはラッキーだったものの一つかなと思うんですよ。うん、ね、加藤さんとか私の世代っていうのは、中学高校に行って稼ぎ方って、結局会社員になるか、なんか自営業ね、勇気を出してやるか、借金抱えて。はい。あと、どっかでバイトするぐらいしか選択肢なかったんで、それこそ、お金持ちになる手段ともなかったわけですからね。で、働き出したら、はい、65歳まで、一丁上がり、で、第二の人生だよって言って、もう、65歳から第二の人生ってやること限られてるじゃないか、みたいな感じですからね。でも今はね、やっぱりこう、なんとか私たち40代とか50代に来て、そうじゃない道を、なんかこう、見出していけるっていうのは、まだなんとかなるかなっていうのはね、こう、希望になってきますんで、そこにちょっとね、力を、入れていこうかなっていうところもありまして、私も放送これからもね、やらせていただきます。加藤さんもね、こういうふうな、見識を深めていただいているところですので、皆さんと一緒にね、やっていけると思います。これからね、じっくりと協力していけるんじゃないかなと思いますし、YouTube もたくさん出してくれると思いますので、ぜひね、加藤さんの YouTube 見ちゃってください。はい、というところでございます。加藤さん、なんか言い残すことはないですか？なんとか頑張ってやっていきますので、皆さんと楽しく人生を歩めたらなと思います。そうですね、またこのズーム対談参加してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後の挨拶になります。今日はね、加藤さんの他にミスター M さんとかね、コウジさんとか、ヒロナコさんとか、マコトさんとか、あと YouTube をご覧になってる皆様っていうかね、 YouTube はこれからアップロードしますけどね、本当にね、お疲れ様でした。1時間のズームライブでございました。加藤さんのね、FP さんとしてのお話いかがだったでしょうか。で、次回もね、期待しながら、加藤さんと一緒に、さよならやりたいと思います。皆さんも一緒にお願いします。加藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。さよなら、また会いましょう。お疲れ様です。おやすみなさい。失礼します。失礼します。